ヨガジディスアップトークのジャバータイポンです。はい、どうだね。今回はアップデ情報、またなんかアップデ来たんですけど、これね超神機能です。チームビルダーのアップデートということで、まあ、SBC ですね、 UT の SBC のアップデが来ました。じゃあちょっと見ていきましょう。クラブ、重複ストレージまたはその両方から保存先を選択できます。 OVR の最小値と最大値、まあ、こう45から99、まあ、これが追加されたと。ポジションを無視して他のフィルターと組み合わせて検索範囲を縮小拡大できます。さらにトレード負荷フィルターがメインの UI に移動され、より簡単にアクセスできるようになりましたということなので、これ文章だけだとちょっとよくわかんないので実際見ていきましょう。じゃあ今ちょうど来てるね、この80プラスコンボアップグレード、これをじゃあチームビルダーを使って作ってみましょう。チームビルダー使うでだいぶ縦長になりましたね。個人的にね、まあ、こういうなんかアップグレー系を作るときって、まあ正直ちょっとめんどいじゃないですか。なんで今までチームビルダーがあんまり使われてなかったというか、なんか個人的に微妙だなって思ってたのが、ポジションがちゃんとね固定のポジションにカチッとはめられちゃうんですよ。でそれで今回追加されたこのポジションを無視、これを無視することによって、例えばゴールドで、まあ、これトレード負荷にしてポジション無視ハイでレートを低い順にすれば、もうレートが低い選手からこうスカットにこう組み込まれていくという。これで作ってみましょう。ポンと、はい、こんな感じで、これで送信押すだけだからね。まあ一応この80プラスコンボアップグレードはレアの選手は6名だけなんで、これ今11に入っちゃってるけど、まあ今純粋に俺がコモンゴールド持ってないっていうのもあります。ちなみにこれでね、俺10何個ぐらい作ったんだけど、普通に動画外で引いちゃったんですけど、まあこんな感じで作ることできると。マジで楽だった。めちゃめちゃ楽に SBC 作ることができて、こういうアップグレ系のやつとかだったら嬉しいかもね。普通のやつにはあんま使わなそうだけど、前まで一個ずつこうなんかポンポンポンってやってたんですけど、もうほぼ自動でいけるという感じになってます。ただ一つこれの不満点があるんですけど、これね SBC ストレージの選手を含ませることができないんですよね。いろいろ見たけどできないんだよね。多分このストレージのところが今クラブになってて、そこがね薄文字になっちゃってるんで、ここにそもそもアクセスできないという感じになってて、この SBC ストレージをせっかく今作から追加された神機能なのに、これをね含ませることができないっていうね、なんでなんでしょうか。今後のアップデにちょっとそれは期待したいですね。はい、ってことなので、ぜひ皆さんこちらのアップデートされたチームビルダー使って SBC 作ってみてはいかがでしょうか。かなりね手間は省けるかなと思います。ここら辺のシステム周りなんか徐々に良くなってってますね。ありがたいです。便利になっていくに越したことはないですからね。はい、ってことなので最後までご視聴ありがとうございます。配信もやってますので、ぜひ配信の方もお越しください。また動画出します。バイ。